エンジョイパチンコライフ。ビーマート TV をご覧の皆様、こんばんは、ヘテンちゃんです。本日は宮城県登米市にあります大将軍佐沼南店さんに来ております。なんと私ヘテンちゃん、前回までで4連勝中ということで、このまま波に乗ってね、どんどんとまた連勝街道を突き進めるように頑張りたいと思います。早速なんですけれども、閉店間際ということでね、台も選んでいかなきゃいけないので、店内の方で見てみたいと思います。入店やってきました、大将軍佐沼南店さん。まずはこっちがパチンココーナー、ありがとうございますありがとうございます、嬉しい。スロットコーナーも寝台が入っておりますよ、アクエリオン2、アクエリオン2、液晶がやばい。めっちゃ楽しそうだけど、さすがに閉店前なんでね、皆さん焦ってらっしゃいます。いやー、どうしようかな、今日何言うとうかな。あれ、お、あのですね、ちょっと粘ってる方のね、台がっていうか、なんていうの、台盤がって言ったらいいんですかね、閉店前に粘ってる方の台盤が気になる。すごい、一日中回してる、9000回転回ってる、これ9300何回転回ってた。いやあれなんだけど、まず皆さん結構末尾2桁ゾロ目粘ってて、で私クランキー好きじゃないですかっていうか好きなんですよ。でグラフね、ちょっとあれなんだけれども、クランキー打つかジャグラーを打つか悩んでおります。ちょっとクランキーをキープしてジャグラーもう一回見てみたいと思います。ひとまず候補台ね、これ。ただジャグラーはやっぱりいい台はもう皆さん粘ってるんです。どうしようかな、これとクランキーちょっと悩んでるんです。これも833番台、32回、でも多分クランキーはもっと弱い。いや、ジャグラーのさすがにゾロ目みんな打ってるんだもんな。いや、今日クランキー、やっ、どうしよう、超悩む。クランキーって決めてこっち来たはいいんですけど、めちゃくちゃ悩む、やばい、時間がへこんでるんだよな。26回、200分の1のクランキーか。いいや、ジャグラにしよう、ジャグラにする、やっぱりジャグラー、悩んだけど、これにした、今日はこれ、これ、今日はというか今日もジャグラーコーナーで、閉店ちゃん今から10分間実践したいと思います。4連勝中なんで頑張るぞ。ちょっと356ゲームハマってるのでね、もしかしたらすぐ光るかもしれない、っていうか光りたい。
やでもジャグラーコーナーはやっぱり A タイプっていうこともあって閉店間際まで稼働がいいですね。そして ART 機もなかなか皆さん楽しそうなことになってたので、かなり今日はちょっと私もその波に乗って、そして4連勝中の波にも乗って頑張りたい。ブローラッシュ、今ね、ニーコ隣の方がガコって言ってペカって、それで隣の方、一個隣の方がガコって言ってペカったんで、次は多分私の番。そんなこんなです。100枚目今日私実はお昼、まあ、お仕事で打ってたんですけど、アペックスも打ったんです。でアペックス400ゲームぐらいノーボーナスで、まあ、別の台だけどトータルで考えたらそろそろアペックス光ってもいい頃だなと思うから、今日は光る気がする。150枚目ブドウはいっぱい来るんだけどな、ちょっとそろそろゴーゴーランプ。200枚目ほらブドウ、またブドウは来るんだ。いい台なんだ、多分いい台なんだよ。おー、みんな好調だな、ジャグラーコーナー。やっぱ当たり軽い台はいいですよね。結構閉店ギリギリまで打てるし。ペカレー、ペカペカ、まあ、最後まで諦めないよ。ジャグラーノーマルタイプだからね、最後の1ゲームまで抽選してますからね、ちゃんとね。前兆とかないからノーマルタイプは、もう当たれば即ゴーゴーランプペカるから。あーやばい、250枚目、押しちゃった、ちょっとフライング。あーやっぱ閉店だよ。これで終わり、揃ったらいいな。揃ってダメだったダメだった残ったメダルを流したいと思います。ギリギリにメダル貸し出しボタンを押したので、まあ多分50枚はないにせよ40枚くらいは残ってるかなと思います。でも負けちゃった、残念。え、これ46枚です。46枚、宣言通り46枚。負けちゃった、5連勝ならず。次戦終了、終了。もうね、本日大将軍猿間みなみ店さんで次戦をさせていただきました。次戦したのはアイムジャグラーアペックス、投資はこちら、投資250枚、そして流した枚数というか残った枚数46枚、というわけでマイナス204枚でございます。負けてしまいました。なんですけれども、結果を見ていただいて分かる通りトータルはまだプラスです。なのでちょっとこのままね、またプラスで、ちょっと今ここがプラスだったのが下がって、でもまだプラスだからこっからまた右上がりで頑張っていこうかなと思います。
はい、そして本日撮影にご協力いただいた大将軍佐沼南天様なんですけれども、こちら、まあ見ていただいた方とか来ていただいている方わかるかもしれないんですけれども、パチンココーナー4パチ1パチどっちもあります。そしてスロットコーナーも20スローこっちか20スロー5スローどっちもあります。なので、選べる4レートで皆さん楽しく、まあガツイ勝負したい方も気軽に遊びたい方もどちらも楽しめるお店だと思います。そして私的に、まあ、個人的にすごいいいなって思ったのが、本当先週、今週頭にアクエリオン2が多分最速で導入されてると思うんですけれども、まあ、多分全国的に、こちらの大将軍佐沼南店さん、なんと5スロコーナーにもアクエリオン2が入ってました。ということは、おそらく寝台しっかりとゴスロにも入れていただけるお店なんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆様お近くの方は遊びに来てください。5連勝ならなかったがまだプラス、ちょっとねポジティブシンキングで言ってみました。へー、面白くなかったのは知ってますけど歩いて帰るはひどいです。歩いて帰るんですか？いや、仙台駅までとか無理でしょ。エンディング閉めないの？ちゃんと歩いて、また負けたからってこうやって歩いて行かされる。皆さん、次回も楽しみにしててください。